皆さんこんにちは。ベイ菅佐のアレン役佐野ひろきです。ヨンハ純役小南浩二です。アンフォークナー役立道涼奈です。はい、僕たちが出演するパラドックスライブオンステージのブルーレイが2022年2月25日に発売となります。はい、ということですけれども、バランステの中で一番苦労したなと思うところ、純粋にラップですね。ね、ラップですね。なんかね、初挑戦だったので僕自身も、なかなかハードル最初だったなと。やっぱ僕は感染予防ですかね。感染予防対策をまあ一番大事です、はい、苦労したというか一番入念にやったんじゃないかなと。大事ですね。手の皮がむけるぐらいアルコールしましたから大丈夫、その辺だって。それが失敗したら公演できないわけですからね。確かにそれはもう本当に一番に頑張りました私は。はい、ラップですね。ラップ同じですね、はい、そうそうそう。やっぱね、あんちゃんハーフなので、初回からラップの稽古の初回からもう発音がこここうして、もっとあちょっと止めて、あここが、うん、結構言われたんで。でももう他のチームのメンバーも、もう最初からあの立道さんの声聞いた瞬間に、うわ、キャスティング最高やみたいになってました。めっちゃうめえみたいな思ってた。そっくりやってなってました。ちっちゃ声声ちっちゃいやん。頑張りたいとか。1番何ですかね。人見知り度合いですかね。人見知り度合い、なんか方向へ始まってもそうか、距離縮まってる気しないんだよね俺今わかんない、ちょっとずつ縮まってんだけど、なんか立道さんの距離が俺はすぐ感じる。いや、でも私はあれですよ、ちょっと稽古場から立道さん呼びかと思ってなんて呼んだらいいですか。それ聞いてない、ね、いや、言ってないんで、それは。じゃあ今ここで解決していいですか。すみません、お時間取ってすみません。いや、本当になんかこれからなんて呼んだらいいか。いや、でも基本下の名前か、でも立道って呼ばれることももちろんあるんですよ。どっちかが、まあ、チームメイトとしては下の名前で呼んだ方がいいよね。あ、サンとかやめてって。サンはあんまり。じゃあリーさんって呼びます。サンやすごいです、仲いいやん。もういや、なんかじゃあ私も考えたんですよ、敬語やめようと思って。確かに敬語をやめようと思ったんですけど、でもやめられなくて、こんな入っちゃったんで今日初日終わっちゃったよと思って。じゃあこっから今初日が終わりましたけど、こっからじゃあタメ口で行こうぜ。行こう、俺たち初戦を目指してこれが一番苦労したことなんじゃないの。やっぱ確かにね、戻ったけどね、仲良くなることです、はい。一番だと思うところは、でももっと前向きなやつ言いましょうよ。まあでも距離がなんか遠い感じはするんですけど、ステージ上ではなんかめちゃくちゃ心通じ合ってるなってのはめちゃくちゃありますよね。あと華やかさはやっぱこれ一番だと思う、やっぱり映像も相まって、曲僕たちのねカラーリングも鮮やかじゃないですか、だから華やかさでは負けないんじゃないかな。おしゃかっけーって感じですよね。おしゃかっけー、おしゃかっこいいじゃなくておしゃかっけーって感じのイメージが僕はあるんですけど。今どき感あるから。どうリオリンはどうすごいな、呼ばれたことない。リオリンどう思う。話しづらでもなんか曲がやっぱそう、さっきも言ったけど今どき感っていうか、なんか何旬な感じというか、最先端キャッチな感じがあるから、なんかそこでぐいぐいこう、そこ心を掴んでそうね、うん、なって思いますね。はい、よろしくお願いします、はい。ということで、発売をお楽しみに。特典には稽古場のカメラ映像もついてきますので、ぜひ裏側も楽しんでくださいね。それではチェックアウト。